国鉄滝1800経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同じ専用種別である多サ1 5 0型についても本項目で解説する。滝1800型は、 ベンゾール専用の30トン石炭ク車として1952年5月14日から1964年7月17日にかけて65両が三菱重工業、飯野重工業、日本車両製造、新潟鉄工所、帝国車両工業、富士車両、近畿車両、富士重工業の発車にて製作された。百十二、1 2千八百十三は最初から 空番である。本形式の他に、ベンゾール専用種別とする形式は、多線0系、タム3200系、タム3250系、タム23250系、タサ1 0系、タサ千五5 0系、タサ千1 0 0系、タサ4400系、タキ200系、タキ850系、タキ900系、タキ950系、タキ4150系、タキ6450系、 多一14,400平の15形式が存在した。落成時の所有者は、富士製鉄、八幡製鉄、三井化学工業、タール製品取扱業共同組合、本州化学工業、宇部工山、三菱化成工業、関東タール製品、三菱商事、八幡化学工業、三菱石油、北市産業、伊藤中商事、あ産業、 関西タール製品の14社である。ドーム付きな大野仏姿のタンク帯は、普通構成で、二0方式は、タンク上部にあるマンホールからの上入れ、土質管からの下出し式である。1979年10月より化製品、分類番号、年31が表記された。塗装は黒色、寸法関係は、全長は12,800ミ、mm、リメートル。 全幅は 2506mm、全高は 3850mm、台車間距離は 9500mm、重量席は34.1立方メートル35.3立方メートル、時長は18.2トンから22.0トン、換算量数は、赤車5.0、空車2.0であり台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。 1987年4月の国鉄分割民営火事には15両の車席が JR 貨物に継承された。1995年度末時点で一両が減存していたが、2002年3月に最後まで在籍した一両が廃車となり、同時に形式消滅となった。多佐線5 0型は、 ベンゾール専用の二重トン石タンク車として1955年10月27日に2両が、イーノ重工業の一社のみにて製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、高前置し、小田さと表記する。落成時の所有者は、ヤワタ製鉄の一社のみである。その後所有者は、ヤワタ科学工業、新日本製鉄科学工業と変遷した。 ドーム付きな大のぶつ姿のタンク帯は、普通構成で、二約方式は、タンク上部にあるマンホールからの上入れ、土室管からの下出し式である。1979年10月より化成品、分類番号、年31が表記された。塗装は黒色、寸法関係は、全長は 9600mm、台車間距離は 5500mm、 事業席は23.2立方メートル、地上は15.8トン、換算量数は、赤四4.0、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41 である。1984年12月28日に2両、揃って、廃車となり、同時に、形式消滅となった。国鉄多佐1050経過車に関するカテゴリー、ありがとうございます。